皆さんこんにちは、ゆうたろうともんじろうです。今日は令和4年10月の19日水曜日です。時刻は4時半になりました。ここはね、日本最南端のセイコーマート星野さんです。今日はね、19日ということで、セイコーマートはね、セイコーマート関東では今日はね、カツ丼祭りということで、カツ丼をね、一つ買うと緑茶がね、もらえるということで、もんじろうくんはやってきました。その他にもね、今日はちょっと支払いがあるので、そちらの方をね、支払いしたいと思います。セイコーマートではね、振り込み用紙のあるね、振り込みはできますので、私どもね、いつも利用しております。こちらの方でね、夕食を買いながら、そしてね、便利に支払いもできるということで、もんじろうくんはいつもね、こちら星野さんを利用しています。だいぶね、夕暮れが近づいてきました。お腹も減ってきました。早くね、カツ丼食べてお風呂に入って寝たいと思います。今ね、もんじろうくんは支払いを終わらせて買い物を終わりました。今日はね、先ほどもお話ししましたけども、今日はカツ丼祭りです。こちらのね、カツ丼、カツを一つ買うとですね、飲み物が一個ついてきます。大盛りでもね、普通盛りでも同じです。カツ丼がね、一個買うごとに、こちらのね、今日はセイコーマートのね、緑茶でした。こちらもね、買えばね、100円近くするもんですから、非常にお得です。510円、売価がね、550円ということで、こちら1本ね、100円ですから、これは今日はね、400円でね、食べられたことになります。それから、野菜を取ろうということで、野菜を買おうとしたので、星野さんどうしてもね、野菜がね、あまり多いじゃないもんですから、今日はね、山菜のきんぴら炒め煮ということで、ね、こちらでね、繊維質を取るようにしています。あとね、わかめとタコスものということでね、最近カルシウム分が足りないので、こちらのね、わかめを買いました。あとですね、明日のご飯にですね、たっぷりチーズ&カレーのパンということで、こちらね、パンを買いました。これも山崎のパンなので、全国的に皆さんもね、もしかしたら手に入るかもしれません。セイコーマートオリジナルではないので、多分ね、パン屋さんに行けば売ってると思います。ということでね、今日はとりあえずでカツ丼祭りということでカツ丼を買いました。だいたいね、いつも月末近い日にですね、カツ丼祭りは行われるんですけども、今回はね、意外と早い19日ということで、しかも平日なのでね、皆さん会社の方はちょっと買えないという方がいらっしゃいまして、キクチャンネルさんなんかはね、会社があるのでちょっと平日は寄れないということで、今日はね、買えないかもしれません。でもね、このようにして非常にね、カツ丼をいつもね、買ってる我々にとっては、このね、緑茶1本もらえるということで非常にありがたいです。これお家に帰ってね、飲みたいと思います。あとですね、この間セイコーマート堺長井戸店にね、行った時に、のぼりが出てました。ケーキをね、買うと200円引きですよ。商品買うとね、200円引きですよ。ということでね、今日ね、こちらのね、カタログをもらいました。私どももね、毎回、セイコーマートでね、予約して、ケーキを買っています。いつもね、橋本さんにお伺いして買っています。で、今回もね、24日は土曜日なので、私はお仕事休みなのでね、橋本さんで予約したいと思います。12月の、ね、7日まで、買いますと200円引きということで、2個買いますとね、さらに、同時でね、もう100円引いてくれて、2個買うと500円ということで非常にお得です。それからね、種類につきましては、こういったクリームのやつだとかチョコのやつ、抹茶もあります。それからフルーツものもね、あります。いろんなものがあります。ぜひね、店頭で、またはですね、ホームページで見ていただければなと思います。それでクリスマスの日にはね、このようなオードブルもありますし、あとピザもあります。それでね、お正月にはですね、今度おせちがありますね。おせちはね、12月15日まで申し込んでくださいって。確かね、結構ね、割引がでかいんですよね。12月15日まで、予約しますとですね、
18,500円が1500円引きでね、17,000円になりますよ。ただし税込みになりますので18,000円ということで、18,360円ということでね。そしてね、このなんていうんですか、お重がね、ついてくるということで、私のうちももう3つ4つね、このセイコーマートのお重があります。で、冷凍としてね、いろんな届いてきますので、こちらも、こちら小さいやつですが、1280円ということで、種類があります。あとね、こういった、オードブルもあります。こちら2800円、下がね、2300円、こちら4900円ということで、で、お寿司もありますね。お寿司も数量限定なんですけども、ただこれどうなんでしょうか。取りに来るんでしょうかね。あと、年越しそばもあります。ただ、年越しそばこれなんですけど、茹でなきゃいけないっていう。ということでね、亡くなった弟が、いや、茹でるのはちょっとなって言ってたんで、ちょっと年越しそばはね、こちらの方では買いませんけども、あとお餅もね、買えますね。あとこの他にもですね、確かね、ありました、ありました、鏡餅もね、あります。私毎年ね、これ買ってます。このようにしてね、もう早くもですね、もう年末ね、年始のね、これ支度をしなきゃいけないということで、今年も早いですね。あっという間にもう1年が終わってしまいました。今年もね、皆さんのおかげで、まだ10月ですけども、いろんなところに行ってね、いろんな方とお会いして、そしてね、動画を見ていただいて、皆様からいろんな、コメントいただきました。本当にね、ありがとうございました。特にね、モンタロー君、モンジロー君に会いたいという方がね、いらっしゃって本当にありがたいと思います。また新しいね、セイコーマートもうね、何店舗か、こちらの方でね、取材することができました。セイコーマート関東もね、新しいお店が9月のね、28日にオープンしたということで、かなりね、力を入れてセイコーマートもね、お店を作っていただいていることは非常にありがたいことだと思っています。私どもはね、関東からセイコーマートのね、いつもいつもいいところを発信して、また悪いところもね、時々はお客様として、消費者としてね、苦言を呈したいと思いますけども、私どもやっぱりね、このセイコーマートを通じていろんな方と知り合ったり、いろんなおいしいものを食べられたりということでね、セイコーマートに出会ってよかったなと思います。ではね、次のセイコーマートでモンタロー君、モンジロー君とお会いしましょう。